いでピコたちお休みらしいピコよ。あー、また女の子コラボ。それが今回は男の子コラボらしいピコよ。許す。もうコラボ界のガーディアンと化しているピコね。本当に難しいな、このゲーム。確かに骨太アクションとは聞いていたけど、死にゲーって感じだね。もうここまで何回死んだか分かんないよ。でも着実に前に進めているよ。それに装備も揃ってきただろ。そうだな、でもステータスとか細かくて分からないんだよな。属性も意識しないとダメみたいだね。ま、こんなもん攻撃力のパラメーターと防御力が高いやつ選んでおけば大丈夫だろ。善一らしいっちゃらしいんだけど。って、あそこ！まだ？でっけー！来るよ。でもこんなやつ、一気に片付けてやるぜ！あ、死亡フラグ。ギャッ！うわー！なんでだー！もうやだー！案の定すぎる。さすがに諦めるかい？現状突破口も見つかってないし。いや、まだ諦めないぜ。うおりゃー、またかよ。盾をしっかりと構える。ね、あ、盾で弾いた。大丈夫かい？誰か知らないけど一人じゃ無理だよ。大型モンスターだったら相手の攻撃の隙を見て一気にバックスタブで終わらせる。あんな巨大な敵キャラをたった一撃で。大丈夫だった？あんたは？俺は伊集院ゼロ。君たちは？俺は善一だぜ。僕はネオ。さっきは助けてくれてありがとう。遠くで何度もやられてるのを見てね。さすがに助け船でもって思って。それはそうと、武器や防具とかビルドはしっかり組んでる？ビルド？このゲームは武器ごとのモーション、属性値の反映とかそういう影響がとにかくでかい。一つの武器で突破しようとするんじゃなくて、複数種類のセットを作って動くのがいいんだ。今は攻撃力と防御力でしっかりと固めてるぜ。例えばさっきみたいなでっかい敵が相手なら、今装備してる大盾の方がいいね。なるほど。敵キャラによってとかでも編成を変えた方がいいってことだね。そういうこと。逆に細かな敵がたくさん出るところで大盾を構えていると、取り回しが辛くて囲まれたりするのさ。何も考えてなかった。分回して倒してりゃいいと。逆によくここまで来れたな。たまたまです。たまたま。例えばだけどさ、善一、いつもどうやって RPG とか考えながらプレイしてるの？そうだな、水は火に強いみたいな。一から見直そう。しっかりとやろう。なんか助けてもらった上にお手間かけてすみません。なんだよ、なんかすごい俺が悪いことしてるみたいな感じになってねえか。根はいい子なんです。すみません。ネオン、お母さんみたいだな。よし、とりあえずこんなセットだったらこの後も進めるだろう。後の敵まで。なんかこのゲームのこと知り尽くしている感じがするんだけどさ、ゼロは何をしたくて遊んでるんだ？難しいゲームをクリアする達成感が好きなんだ。だからこのゲームはもうクリアしてるんだけど、今は縦縛りで遊んでる。縦縛り？使わないってことかよ。このゲームで縦縛りは相当辛いんじゃ。ああ、でもクリアできないわけじゃない。だからこそクリアできた時の達成感がすごいのさ。なるほど。え？ランダムで発生するエリアボスだ。今の二人の装備なら立ち向かえる。大丈夫だ。ゼロは？俺はアドバイスに回る。アドバイス？攻撃力がさっきのやつよりも高い。栄翔が間に合わない。
ゼロ、手を貸してくれ。冷静に相手を見るんだ。今の装備品で倒せない相手では全然ない。そんなこと言ったって。今だ善一、大ぶりの相手はパリーをしっかりと逃さない。はい。ネオ、後ろに回り込んだ隙に魔法を唱えるタイミングが生まれる。ここか。気を抜くことなく集中し続ければ相手の攻撃が見えてくる。ここか。やったやった、倒せたよ善一。ほらね、俺が入ってもよかったけど、大きな敵を倒した時の満足感は倒した本人のものだ。自分たちで倒した方が何倍も気持ちいいだろ。確かにそうだな。しっかりと相手を見て動きを考えてプレイする。なんかすっげー実感したぜ。これはさすがに実感しちゃうね。強大な敵の攻略ほどうまくいくと楽しいもんさ。なあ、もっともっと一緒に冒険しようぜ。僕たちはまだまだこのゲームは初心者だけど、もしも一緒に楽しめたら確かに楽しそうだね。お誘いはありがたいけど、俺も縦縛りでプレイしなきゃだから、ここら辺で失礼するよ。それじゃあまたどっかで遊ぼうな。そうだな、もうちょっとパラメーターちゃんと見て進めるんだぞ。チェー、わかったよ。本当に助けてくれてありがとう。それじゃお互い頑張ろう。またな。お、またな、ゼロ。次会うときはもっと頼もしくなれるように頑張るよ。楽しみにしてるよ。それじゃ。こうしてゼロとの出会いは終わったのだが、数日後ゼロとまた再び出会うことになる。どうしたんだよこれ。縦縛りもクリアしたから、次は両手両足を縛った状態でプレイしようかと。敵倒すとかそういう次元じゃねえぜこれ。なんとかなるかなって。っていうか、どうやってここまで来たんだいこれ。